最近今まではこう四角とか入ってこうやって安定して俺の方が一歩早いからなんかやられる前にやっちゃうよってそういう風にできたんだけど、今やったのはこうね一歩出して、おちょっとほらね、それでもこういうのね、じゃあちょっとやってみましょう。みんなこうやってつなげてやるとさ、こうやってこっくりでね、したらこう横にこういう風に出したいの、こうやってでも出ないのね、それ横に行ったら出ないから、あくまでも縦で向こうへ出したいの。横で向こうへ出していくと、どこで出すの分かんないけど、いずれにしても縦なの、縦でいい、自分がいなくなっちゃってそれから出したの。だからこういうふうにやって立てるって意識、この転換の時にこうやって横に回っちゃダメなんですよね、もともとは。この肩が彼のこの肩にこういうふうに乗っかってきて、上から下に力が入ってるっていう、そういうふうに力が出てるっていうかな。こう離れてるとこう四角じゃないから、あ離れてるからこう来ちゃうね。こうなってっから四角だろ。で彼は何もできない状態、それで やりたいやってそうね、やった時はこう来るの。でも僕の方が早いからやってね、そうここに来ちゃうのね。そういう感じだから、縦を意識してほしいの。こうやって縦、ここに彼の腕がないと話にならないの。こうなって離れたら、こうやって離れてたらこうやってこうやって来ちゃうんだよね。だからここに来るからほらできないの、ほらこの手が邪魔でできないの。できないでやられちゃうの。そういう感じだから、もうちょっともう一回だけ縦を意識してちょっとやってみます。昔東平先生とかね、いろいろ言ったね、こう気の流れだから手首が先にこうやって手をねこうやってやんなさいとか、こう気がこっちに流れてくるからこうにできるよとかね、いろいろ言われたのね。でいろんなテクニックがあるんだけど、で一つはこの足が来ないようにこう止めてるっていう、そういうテクニック。こう足を止めてそれから来てこういうふうに入るでもいいのね。でこのまま行っちゃうとこうなっちゃうから、ほらだから止めて意識だけでもいいから、そういうの使うといいかもしれない。いろんなテクニックありますから、それは先生に聞いて先輩に聞いてとかね、いろいろありますけど、まあそういう話で僕が聞いたのはそういうなんていうの、気の流れだとかね、そういういろいろそういう話になったんですね。でこの間やったんですけど、このさよならすんの、さよなら、これもさよならの一つ、向こうへどうぞ、向こうさよならってこういうふうにやりたいの本当はね。で彼は一歩踏んでこないと、一歩踏んできて、そうその間に僕はさ、なんかできるじゃん。例えばこうクーッと踏んづけたら、なんか物を取って投げるとか、なんか武器取って、あ武器ここにあった、そしたら切っちゃうとかね、そういうことできるのね。で弱いから、強ければやっつけるんだけど、弱いからね、一歩踏ましたいの、一歩踏まして余裕を持ちたいのでしょ。だからさよならするんだけど、でさよならので、この間やったのはさよなら、みんな下手だから下手、さよならできないでみんなこうさよならって攻撃しちゃうよって、さよならできないうちにやられちゃうのね。強ければだよ、彼が強ければね、自分より弱ければやっつけれるんだけど、強ければやられちゃうんだから。だからそういう強い人が来た時でも、こうさよならさよならって四角に入ってでさよならする、さよならこういうふうに離れる、そうすると一歩か二歩か分かんないけど来て、その間に僕は何かできるね。でそういう感じ、そういう話で、さよならの練習を少しねやってみたいと思うんですよ。で受けの人はこう来てる、なるべきなんだよこれやっちゃうんだよ、そういうふうにやりたいわけ。さよならさよならうまくなかったらこうねできちゃうのね。でそうならないように練習した方がいいの。さよならしてこうさよならしてこうやったらさよならしてあーって僕がこう
空気ってかな、彼の空気を見つけ、空気をなんて、こういっただけ、空気で崩れちゃったっていううちに彼が離れちゃった方がいいわけで、そういう練習ってのはあんまりないじゃないですか、あの合気道だとね。だからあの鳥に手は取りに行く、そして鳥はこういう形、それでさよならする、四角入ってさよならする、で一歩、僕は一歩踏んでいかないとできないっていう状況、そういう状況でちょっと稽古してみて最初やってみましょう。どうぞ。あのね2つ技術必要なの、切る技術とさよならする技術で、切れないとしちゃうんだよね、これ必ず引っ張り込まれてやれちゃう、切れなかったらこれ全然ダメなんだよね、離れていけないんだから、もうこれ以上彼の射程距離に入っちゃってるんだから、でこれ切らなきゃいけないので、切るためにはこうやってほら切るの練習してるじゃない、いつもあの切るの練習してない人もいるのかもしれないね、こうやって塩投げとかね、でも塩投げでこうやって切って当て身入れてからこうとか、そう切る練習と死角に入らないで相手の中にいたらやられちゃうんだから、いくら切れたとしてもやられちゃうんだよね、だからこの2つの技術を総合してっていうかな、2つを足してこうやってほら四角にもらって切ってさよなら、そういう技術ね、こう一番簡単なのはこの四角に入ってさよならって、そこの後ろに入るで、難しくなってくるとこうやって来たさよならって、こうやってこれ切ってさよなら、内側に入ってくる技術とか、さっきやったこうやってさよならってこうね技術でもいいよ、でもいろいろなそういう技術あるんだけど、まあいずれにしても切る技術がないなと思った人はやってほしいし、切る技術と両方必要だから、さよならする技術、こう四角でね、必ず四角、それから切るでさよなら、そういう形だから、この2つ分けてったらもう一回やってみて、で切ること、それと四角に入ることでさよならすること、じゃあ行きましょう。二人掛けとか結構してるじゃないですか、で一人に こだわっちゃいけないってこう思ってんだけど、それもいい練習だからね、あの二人掛けとかそういうの練習して、あのあんまり気にしない、何しろ僕が変な人で彼はまともな人で切りたいっていうふうに思ってるのね、でもこうやって変な男が来てさ、まあ、後ろ下がったらやられちゃうんだだからあのそれはレベルに応じてだけど、あのなんつうのかな、合気道って割とこう自分から投げに行くとか、投げて相手をやっつけちゃおうとかっていう練習はしてんだけど、さよならしてさよならってお互いに自由ですよっていうのが稽古がちょっと足りないと思うのね、だから少しお互いにそれやった方がいいんじゃないかなって思うので、こうやって来て、こうやられちゃうんだよね、さよならだから自由なとこで初めて技になるって、自由なとこ僕があーって言っちゃって崩れちゃってとこで初めて技じゃん、でも安定しててこうやってやったら技にならないよ、ほら技にならないよ、だからこういう練習必要だと思うんですよ、でお互いにこうね、ほらそうしてで自由になってさよならできる状態でこうやったの、だからさよならできるんだよね、いつでもね、で僕がこう来てさよならできない状態でやったって解消されて終わっちゃうんだからっていう話だから、ちょっとね練習した方がいいかなと思ってね、あのこうもろ手でも何でもそうなんで、両手いいよ、こう来たなってこう合気道の人はこういうふうに思ってんので、こう掴んだらなんかやってやろうと思ってんだけどね、なんかやろうと思ってんだけど、それよりもまずさよならするの、そういう傾向、それ大事だと思うんですよ、さよならするの、
さよなら、来ないでねって、来ないで、来ないでね、来ないで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 って、こう、来ないでって、こうね、来ないで、来ないでって、そういうような気持ちで安定してる、そういう。ちょっと難しいんですけど、それで、さよならできるっていうので、稽古をね、いろいろ、こう、さよならって、さよならするときに、そういうさよならするときに稽古で、別に技じゃなくてもいい、こうやって技、かっきれいに技やらなくてもいい、さよならして逃げる、さよならして逃げる、さよならして、あ、さあ来た、さよならして逃げる、そういう感じで、いろいろやってみようと思うんですね。まあ、一番いいのは塩投げとかね、入り身投げとか、きれいに決まれ一番いいんだけど、ちょっとそれ練習して、ちょっと、だから、やられる方、取りに来られた方は、何しろさよならするのを優先に考えて、技かけることじゃなくて。で、安定してさよならして、一歩踏んじゃない、踏んでこないと、なんていうのかな、できないっていう、そういう相手がね、できないって、反撃できないって、そういう状況に、で、なるように、ちょっと稽古しましょうか。あのね、大事なことはね、こういつも言ってることなの、いつも言ってること、視覚にいないこととかね、それからあとは相手気にしないで切ること、さよならすること、さよならするのすごく大事、自分の身の安全が大事なんだから、一番でやられちゃったら何にもなんないの。だから捕まっちゃったとするよね、こうやって捕まっちゃう、両手捕まっちゃった、こうやっつけただろうと思うと絶対できないの、これ相手の方が強いに決まってんだから、だからなんていうの、バッと競争しないでこう、ま、負けちゃったよって、そう、こうやって逃げたいわけよ、逃げることだけ考えてんの、避けてるっていうのはそういうこと、逃げること、身の安全だからね、こうやっつけれればすごくいいんだよ、いいんだけど、こう逃げちゃったの、逃げちゃったさよならさよならって、そういうふうに身の安全が第一、技は第二、どうでもいいこと、身の安全だから、剣なのが来たら逃げてる、捕まんないね、捕まんない、そう逃げてるのかって、そして捕まんないうちになんかこっちのものを投げつけてやっつける、そういうふうにやんないと、身の安全が大事なんだから、綺麗に投げたから警視総監から送還さ、表彰されますよとかじゃないの、殺されちゃったら何にもないんだから、だからいいの、取られて腕取られても何してもいいんだけど、何しろ身の安全が大事だ、それを優先に考えて、で稽古もそれを考えてやらないと技ばっかりに走っちゃうから、技で相手やってることばっかり考えてると自分の身の安全、全然なんか話ばっかり出しちゃったけどじゃあこう呼吸をやりましょう、 これもね、身の安全で、さよならしてのさよならってこうやって、さよなら、こうやって来たらさよならって、こうさよならさよならだよねって、こうさよならするってか、ことができないとこういう稽古は本当はできないのね、こうやってやってこれで相手やっつけようと思って、でやってんじゃなくて、さよならできるから、こういうほらさよならできるからっていう前提、全部できるからさよならって、全部さよならこうさよならってそういうさよならってこう、じゃあさよならの稽古でこれやってみましょうか、いろいろあると思うんですけど相手と自分との関係ですから、自分がやっぱり安全っていうのはやっぱり優先順位ね、高くした方がいいと思うので、稽古しながらそういうことを考えて、逃げるも必要ってことですね。まあそういう話で、じゃあ終わりましょう。